ははい、えー、こんにちは吉谷です、えー、ドリームアカデミア生向けの、えー、僕が使ってるものですね、えー、ご紹介したいと思います、えー、これはですね僕がセミナーとかで使ってるやつですセミナー基本は iPhone で撮ってるんですけどほぼただそのドリア化の講義とかまあ有料コンテンツですね有料コンテンツはこのビデオカメラで撮ってますほぼ有料コンテンツはビデオカメラで でこのビデオカメラなんですけども、えー、っとこれがちょっと古いです、えー、すいません古いので今の原稿が HDR-CX675 っていうのが原稿だと思いますまあこれと大しては変わんないんですよこれのまあこれ2回ぐらい多分バージョンアップしてるんですけどうんまあこれのこれが CX670 って方です CX670 っていう方で今出てるのが CX675 っていうのですこれ多分2回か1回バージョンアップしてるのかな まあこれ2、3年前に変わったやつなんで、4年前かな。はい、であの、これがいいところは、まず値段がちょっと、今、現行のやつちょっと見てみましょうか。どれぐらいの値段出てるか。そんなに高くないです。そんなに高くない。そんなに高くないと思います。多分5万以下だと思いますけどね。そこまで高くないと。えー、っと、多分4万3千かな。 4万3000で出てますね。うん。はい、4万3000でアマゾンで出てますね。はい。4万3000出てます、はいあ。そこまでめちゃめちゃ高いビデオカメラ使ってるわけじゃないですよ。もう本当にホームビデオカメラです。ただ、これのいいところが、昔も僕使ってたんですけど、昔のやつあるかな これのもっと昔があってまあ、もっと昔ですね。cx535 これもっと昔のやつなんですけど、この機種からこの機種からですね。もうこれこれ同じなまあ、型番は一緒なんですけど、こっちの方がもう5年前ぐらいです。で、このこれからその u ーストリーム放送生放送っていうのができるようになりました。要はここのビデオカメラの中に wi-fi が内蔵されてこっから直接。 まあ、あのパソコンで設定するんですけどここから直接 u ーストリームを配信できますここから直接まあこれはね画期的ですここから直接 w i f i の機能を使って、まあ、u ーストリーム生配信ここから直接できるんですよここ,このこ,この機種から多分ね670から w i f i がついてこっちは昔できなかったんですけどこっちからで今のやつ675もできますよ だからこれのいいところは w i f i 機能があってこっから直で Ustream 放送もできるという機能が使わあの加わりました、まあ、あとはまあ手ぶれとかもついてるので、まあ、ある程度のやつは取れますこれでもうこれで十分ですまあ,あの本当にね高価な機材いっぱいありますよビデオカメラなんかも上を行けば上めちゃめちゃありますけど、まあ、これで十分かなとやっぱそのセミナーとかもしや,るやってコンテンツ作っていく場合とかはあのー どうしても距離離れてたりするんでズーム機能がないとさすがにムービーなんでビデオカメラはないとダメですであとはこれなんでこれじゃないとダメかっていうと、えー、このオプション機能ですでこれより安いのがあるんですよこのこれより安いやつが出てるんですけどそれはね3万円ぐらいです CX485 っていうのがあるんですねこれはもっとめっちゃちっちゃくて安いですめちゃめちゃ安い3万円ぐらいですだけどそれだとここのアタッチメントがないんです アタッチメントがでこれアタッチメント絶対あった方がいいですで、まあ、これご紹介するんですけど僕が使ってるやつですね、えー、これですこの無線のこれはめちゃめちゃあの軽いし小さいし感度がいいですだからねあのうんとちょっとどこだあの声が小さいっていう方もこれめっちゃいいと思いますよちょっとあどこ行っちゃったかなすいませんね ああそこにしまったんだ。あの、これもビ、あの講義。僕が、うんと、有料コンテンツ、今、作ってますけど、えっ、ー、と、あれ、ないぞ。どこ置いたのまあすみませんね、僕、撮影してから、撮影してから、こう、感じるタイプなんで、用意しとけよって話なんですけど。 でね、最近物忘れが非常に激しくてですねどこに置いたか忘れるっていうどこに置いたうんちょっと見当たらないなどこに置いちゃったかなまあいいやあのここのマイクがあるんですよマイクがでそのマイクも、まあ、もちろん拾うんでめっちゃあの感度はよく拾えます感度はよく拾えるんであの セミナー会場とかはこう離れてるじゃないですか。離れてるんで、そこから取ろうとすると全然音拾えないんですよ。特にまあこれは裏方として僕がやってて思ったことがそのこの無線マイクないとマジで拾えないんですよ。まあ、もちろんこういう感じでガーンって倍だ爆音というかね結構でかいやつのマイクでこうやるんだったらいいんですけど、普通に喋ってるやつをまあま前こういうのなかった時は。 結構きつかったです編集がねだから拾えないんで、まあ、あのさっきの,その iPhone のマイクの時でも言ったと思うんですけどその周囲の雑音も結局編集する時にあんなんだ大きくしちゃうんで聞きずれないんですよ。でそれ有料で売るってなると大丈夫かなみたいなね <laughs> あってこれは本当に感度がこれいいのでちっちゃいし。 これはねおすすめです。だからこれ1本あれば声が小さい人でもかなり感度がよく拾えます。で無線なんですけどすげえちっちゃいですこれ。これはねすみませんちょっと高いです。これ2万円ぐらいします。これはちょっと高いです。うん。これはねすみませんちょっと高いですね。ただあの 業務用の無線マイクもっと高いですからね業務用の無線マイクあのよくテレビアナウンサーとかがしてるこういうこういうレシーバー系の無線マイクがあるんですけどあれはめちゃめちゃ高いんですよ無線マイク無線マイクもこれピンから切りで業務用のテレビ局がやってるようなこのアナウンサーがその無線マイクこうよくこう見たことあると思うんですけどあれはめっちゃ高いですあれは高いあれはこれよりもっと全然高いですよ、うんだからまあ 個人でやるんだったらこれがいいんじゃないかなっていうところですこれがお得その無線マイクの中では安いし結構感度がよく拾ってくれるんでだからまあビデオカメラ買うんだったらこのそのこのアタッチメントこのまあ僕はずっとソニー使ってるんですけどこの拡張できるっていうのがあった方がまあ将来性があるかなとまあ今は まあそんなのセミナーもやらんし今はセミナーもちょっとやらんし今それはいいちょっと2万円高いからまあそれはいいかと。だけどちょっとあのまあ今後もしやった場合って考えた時ここの拡張がないとこれ使えないんで,でこの拡張は僕まだ他にも持ってるんですけどまあ持ってるけれどもそれもどっか行っちゃっただから時と場合によって使い分けてるんですけど 今はあんまほぼこっっっちばっかり使ってますねこれとかこういうやつとかねガンマイクこれやるだけで全然ちゃいます全然音が違いますだから本当にちょっと小さいところでこれを使う時はよくこれでユーストとか配信してこうち,ょちょっと至近距離で撮る時はこれをやってます要はこれ一人マイクなんで一人マイクなんでそのなんか3人とか2人でこうなんか。 対談してこう撮る時とかはこれ使いますあとはもうちょっと周囲を取りたいなこれはガンマイクなんで結構こうこう、うん、距離的に取れるんですけどもうちょっと周囲取りたいなっていう時はこ,うこっち使います、まあ、こっちはね角度調整ができるんですけどこれねこうやってこうやるとまあいろいろ拾えるよってやつなんですけどこれは高いです一万これ,これ1万5万五千円ぐらいです。 でこれが1万円ぐらいです多分これはまあいらないかなと、うん、正直だって、うん、用途があんまり使う用途が今ないですほぼこれですねだからドリアカの,の講義は全部無線でやってますドリアカの講義は全部無線マイクで、えー、これで撮ってます今ドリアカの見てる講義ですねこれで撮ってます、うん、これ1本あればまあいいかなと思います、うん、基本的に うんまあ、そんな感じですねだからこの僕が使ってるこの CX600 シリーズ今は現行67五ですけど Ustream もここ w i f i ついてて配信できるし、えー、値段も4万ちょっとと、まあ、こっちは2万でちょっと高いですけど、はい、でもしセミナーコンテンツとか有料のコンテンツとかなんか作っていくっていう場合は、まあ、こういうビデオカメラあった方が、まあ、その調整ができますから調整がね調整が。 ズームとかど,どうしても iPhone だと、ズームとか、なかなか難しかったりするわけですよ。で特にまあ大きい会場とか、もしセミナー会場とかそういうところでやるっていうことであるならば、まあ、なおさらです。はい、なので、ビデオカメラはそんなに高いやつ買わなくても、これで十分ということですね。その業務用の、よくありますけど、あれはめちゃめちゃ高いですから、業務用は。これで十分です。うん、これで十分。 あとはまあ買うんだったら拡張できるやつを買った方が将来性あるよっていうところですね。一応このマイクすごく僕はおすすめなのでただねあの問題点があってここがねちょっとチャチンですよ。でここがよく壊れるんで僕一回壊れて無償修理で直したんですけどこれ買った場合は保証書って結構ね <laughs> 保証書を結構適当に置いとく場合あるじゃないですかこれはねよくここ壊れるんでここがチャチンですよここ壊れるんで保証書はなくさない方がいいですこれねこれ保証書も僕2回か1回使いました保証書、はい、あるじゃないですか買ったけど保証書どこやったっけかなっていうこれはね結構ねここが壊れやすいんでこれ注意ですはいまあそんな感じですねはい ということで僕が今使っててドリアカーでこう講義を提供させてもらってるものを撮影してる機材がこれです撮影してる機材が、はい、でこれはですねこのすみません今ほん当マイクどこ行っちゃったかなこれともう一個ついてますからこういうやつが、まあ、すみませんこれじゃないんですけどマイクがこういうのつここにつけるやつがこういうのついててセットですセット売りしてますはい、まあ、ちょっとどこやっちゃったんだろうって話なんですけど はい、今ちょっとこう目の前にないんで、はい、まあそんな感じです。はい、ということで僕が使ってるビデオカメラのご紹介でした。ご、えー、ご視聴ありがとうございます